くの？はい、ちゃんくん。おはよう。おはよう。おはよう、ちゃんくん。そして、おんちゃんもおはよう。人が起きてるなと思うと寄ってくるね。うん。ちなみに。ちゃんくんと白熊さん。うん。おおむね毎日同じことの繰り返しです、東京に住んでた頃のように、毎日毎日何か事件が起きたりはしません。ここの土地では朝起きて甘えて寝る、それが日常です。あんちゃん、はい、爪端っこで噛んどくの？起きたの？あんちゃん、起きたねー。え、あんちゃん、あんちゃん。あんちゃん、起きたねー。くよ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 。ほぼ1個ねー。ちゃんくん、おいで。ちゃんくん、お水飲み終わったらこっちおいで。ちゃんくん。ちゃんくん。ほら、ちゃんくん、寝て食べてるよ。よいしょ。ちゃんくん。ジェン君、ポンちゃん、お風呂に入ってきますね。君たちはここでゆっくりしててください。ポンちゃん、ポンちゃん、またこんなものが送られてきましたよ。ポンちゃん、わーいわーいわーい。なんかこんなにいつも送っていただいて大丈夫でしょうか。ジャン君、ジャン君、こんなだよ。ジャン君、え、なんか、はい、何かが入っています。じゃあ一つずつ開けてみます。カルディさんの、あ、なんかかわいい、え、コーヒーかな。カルディさんのコーヒーかな。お、これはなんか使いそうだぞ。なんか入る？入れません。はい、これ開けちゃっていいの？はい、どうぞ。カルティさんの、あ、なんだろう、電子レンジ100
き洗い乾燥機はなんとかかんとかとか。なんかちっちゃい。おー、エスプレッソの。おー。はいはい。ちっちゃい。わーい。わーい。エスプレッソマシンないけどね。かわいい。はい。どうもありがとうございます。これは美味しく飲めそうだね。ちょっと濃いめに入れた時に。うんうん。マシンはないけどね。うん、あの濃いめのやつを買ってきた時にね。はい。ありがとうございます。濃いしね、ちっちゃくてかわいい。あ、ちゃんくん、ぽんちゃんの。あ、違うね。うん、かわいいと。ちょっと倒すと怖いからね。ちょっとね。これは、かわいい、ひょびさんの。かなり、かなり、あ、じゃなくて、かなりお。カルディドリップコーヒーだから、コーヒーですね。あ、大好きなブラジルだよ。ブラジル。ロッキー、ありがとう。匿名ブラジルって書いてある。うん。お、よかった。かわいいね、鳥さん。よいしょ。ちゃんも興味ある？これはお残し。なんかかわいい入れ物に入ってるよ。モヘジ。モヘジって何？粋な筆書きセット。え？箸置きって書いてあるよ。筆書きじゃ、あ、箸置きね。セット。箸置き？箸置きセット。箸置きってあの箸置き？まずこの巾着がちょっと可愛いよね。うん、可愛いね。あ、ここにリスさんかな。うん、そうかもね。これだから。可愛、はいはい、い。ちょっと柄が秋っぽい感じ。うん、そうだね。かぼちゃと。かぼちゃとリスと葉っぱとお団子と。あ、そういえば昨日。中秋の名月、名月、名月そんなんだったっけね。だったのにね、見忘れちゃった。うん、でも曇ってたからな。そうだね。うん。お、ぽんちゃん。ほうじ茶、黒豆ほうじ茶だって。なんか美味しそう。かわいい。はい、ありがとうございます。そして、あられ。ラー油味。思っちゃった。黒糖ドーナツ。はいはいはい。うまそうじゃん、ね。箸休めみたいな、なんていうの、うん、おそういう。あ、どこが箸置きなのかな。お、お。よいしょ。ぽんちゃん、そこにいるな。よいしょ。あ、にゃんこだよ。あ、にゃんこじゃないのかな。にゃんこさん。にゃん、はーい、はいはい、ほら、じゃん、ぽんちゃん。白猫と黒猫ぽんちゃん。ポンちゃんの前にね。あ、こっちカエルさんだよ。うん、まるで私の好きなものだらけ。そっか、箸置きとこういうのがセットになってて、うん、ちょっとお茶でも飲みながらみたいなね。かわいい入れ物。はい、どうもありがとう。かわいい。ありがとうございます。まだまだ。そうなの、まだ入ってるの。あるんですよ。なんかでっかい。シャキーン。お、ワンちゃんたちのだよ。お楽しみ袋。これはでかいな。これあれじゃないの？あの、ケリケリ。ああ、そういうことか。キッカーとか、あの、うちケリケリしないけど、ダキダキして寝るからね。うん、お、これもなんか、にゃんこの巾着が。なんか入ってる。あ、さっきのお揃いになるのかな？また違う柄だけど。さっきのお揃い？これと。ちょっと小さいよ。そう。うん。だってこれ大きいじゃん。わかんない。開けてみないとわからない。これは小さい巾着だよ。かわいいね、鳥さんの入れ物。ポンちゃんが興味津々です。ポンちゃん、ポンちゃん。なんか、ポンちゃんがすごいよ。なんか、匂う？うん、ポンちゃんの好きなものが入ってるのかな？ほら、猫さんかわいい。ほら。本当だ、ちっちゃかった。あんずちゃん見て、あんずちゃんじゃなくて、ちょきちょ、あ、そして、それは？おとぼけ、まあ、黒猫っちゃ黒猫なのかな。黒猫じゃなくて、豆柴とかじゃないのかな。そうなの？黒い柴じゃないのかな。柴犬、ほらほら。あ、本当だ。
よくわかるね。え、だってどう見ても犬じゃない？そう、うん、黒柳さん女の子、うん、でかわいい。はい、そしてこれはまたドリームキャッチャー的にゃんこのおもちゃだね。カミカミして歯が綺麗になるってやつじゃない？カラーソング。そしてこれはまたキャラクターっぽいアメリカンだね。ほほほ、うん、これもニャンコのおもちゃだね。ニャン君が投げて遊ぶようだね。そんな感じかもね。噛みやすそうだもんね、うん、よくよかったね。ニャン君、ニャン君、ニャン君、どこ置いてあげますよ。はい、後でね。あ、もうすでに、え、もう早っ。パッケージからまだ取ってないよ、ニャン君。後でね。後でね、ジャン君。あ、これは、ペリって開けられる。あ、なんか開けなきゃいけないんだね。パックして、あ、違うかな？違うよね。で、思いっきりパックしてあるな。なんだかもったいないけど開けまーす。よいしょ。ペティオのお楽しみ袋なんていうのね。あ、シャム猫ちゃんだ。はい。こんな感じです。きっとポンちゃんが枕にしてくれます。蹴りぐるみって書いてある。ちょっとジャン君の面影ありだね。ポンちゃんが寄ってきた、寄ってきた。はいはい、だんだんなんか興味が湧いてきました。はいはい、さあ次々かなと、数がすごいことになってるよ。ポンちゃん後で出してあげるからね。はい、これお願いします。はい、あ、ジェブちゃんだ、ジェブちゃんだ。お、ポンちゃんもう遊びたいの？あ、コーヒー、小川、はい、コーヒーだ。コーヒー屋さんのコーヒー良かったね。はい、毎日美味しく飲ませていただいてます。まだ他にもね、いっぱいいただき物があるのでね。そうそう、ガンガン飲んでます。なんかコーヒーってさ、体にいいんだよ。そうそう、知ってる知ってる、よく言われていますよ。すみっこ暮らし、すみっこ暮らし。お、ガチャガチャとかではないんだ。何が入っているのかはお楽しみだって。あ、ガチャガチャ以外でそんなものがあるんだ。ね、ポンちゃんが壊しそうな勢いなので外します。ポンちゃんまだだからね。ちょっと待ってね、ポンちゃん。ちょっと外してあげましょう。はい、あ、外されると興味なくなる？そんなことないよね。ポンちゃん、もうちょっと待ってね。はいはい。ちょっと待って、ちょっと待って。ポンちゃん、ちょっと待ってください。ジャックもね、さっきのやつ外さないとね。頑丈頑丈。おお、すごいすごい。お、すごいすごい。ポンちゃんすごいね。あ、取った。取りま、あ、返してくれません。め、大人気。ポンちゃん。ポンちゃん。これさ、ほら、紐がね。もっと楽しく遊べるように作られてんだよ。ポンちゃん。紐長くしようよ、ポンちゃん。これで破壊しちゃったら君、楽しめないよ。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん、ほっ、ほっ、ほらほら、ひもひも、ひも、ほらほら、そう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 、ほら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 、はい、長くなった。お、いいね、お、いいね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 。ポンちゃん、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 はいはい、はいはい、ポンちゃん。ポンちゃん一人遊びしててくれる？これで。これね、ちょっと待っててね。また後で遊ぼうね。ジャン君、ジャン君拗ねてる？ジャン君あれも開ける？開くのはって感じ？開けましょうか。よいしょ。じゃあ、ジャン君のも開けますよ。これはどうやって開けるのかな？よいしょ。
あ、ごめんね、まんちゃん。これで取れたんですが、これを食べられ、食べ、食べ。お？これを取っとかないとね。お？お？はい、取れた。もう一個あるはずだよね。ん？もう一個。もう一個な？お、これ耳ついてるのかな？もういいか。じゃあこれも取ればいいかな？よいしょ。こっち。取れました。取れた。先は、あ、ここにいる。一個見つけました。あれ？もうないかな？もうないかな？ここにいた。よいしょ。毛がふさふさで、よいしょ。ん？これなんかついてるの。あ、取れた取れた。取れた、ジェン君取れたよ。行くよ。ふい。お？あ、ワンちゃんが。ワンちゃん、ワンちゃんお子ちゃまみたいになってるね。ワンちゃんにちょっと火がついたね。ねえ。はい、じゃあ続きですね。よくもちゃんとね。はい、これを。はい、開けまーす。あ、これちょっと。このポンちゃんに乗られちゃったこの袋を。ちょっと沸かしましょう。はい、ポンちゃんね。ちょっと待ってね。ペースを開けましょうね。で、じゃんじゃんね。で、セミコブラシは何でしょう。うん？うん？なんですと？うん？またなんか開けるのかな。なんか開けるのかな。重さがあるね。あ、いた。うん？なんか、なんか、なんか書いてあるよ。回す感じだね。なんだろう。なんか、でも回らない。逆に回すんじゃないの？だって、や、矢印こっちだよ。閉めるなんじゃない？それは。お、お、反抗か？反抗かも。あ、ついちゃった。うん？ほら。これがね、ハンコみたい。難しい遊び、おもちゃだぞ。すみっこ暮らし。これはなんか、後ほど理解できたらご説明します。まあ、今のとこハンコらしいということが分かりました。そうだね、ハンコっぽいです。よし、ちょっと、指について。こうやってつけて、つけるのかと思ったら、もう、もともとついてるやつっぽい。シャチハタ。そうそうそう。どうしてもさ、その真ん中を狙うの難しいね。そこが面白いのかな。あれ？ちょっと手を拭いていいですか？よいしょ。なんか、ポンちゃんが、両方遊んでる。ポンちゃん、ジャン君にも貸してあげて。ジャン君ちょっと引き気味です。ポンちゃん面白いね。いいね、ポンちゃん。ちょっとこれ、さあ、次行きましょう。じゃあ、これもそうってこと？生配信の時間が迫っています。あ、そうですか。はい。じゃあ、こっちも開けて。よしよしよし。よし。お？同じ。同じものだぞ。多分中のハンコが違うんだね。あとほら、中に何が入ってるかはわからないって書いてあるから、2つ買っても同じだったり違ったりってするってことだね。うん、
ちゃってとするとその中にがこの中だったらすごいね。さっきはハンコだったけど今度はお箸かもしれない。へえ、お箸、お箸はないでしょう。同じと思うよ。開かない。柄が違うぐらいかね。よく柄がわからないけど。わからない。同じような気がする。この子なんだと思う。そういうことか。そうそう。よいしょ。あ、2人いるから2つ買ってくれたのかもね。そうね。そしたら同じだったってか、お揃いだったってことね。ちょっとこれ調べてみようかな。キャラクターの名前も知らないからね。わかんないね、うん、さあ、じゃあちょっと、あ、これは今流行りのやつだね。あ、隅っこ暮らし、なんか紙入ってて、あ、1個にしか入ってない。あ、両方入ってた。説明が入ってた。うん。他のハッピーセット、隅っこ暮らしと隅っこで積み上げて遊ぼう。隅っこに行って積み上げて遊ぶんだって。これをね、こうやってね。おー。なんかわかんないけど。うん、なるほど。さあ、次行きましょう。はい、もう本当に生配信の時間です。あ、はいはい。これですね。はい。はい。お？USB。充電器。あ、充電器。要は。あ、これの？これだから。あ、もしかして震災のあれのやつだから。震災っていうか、まあ、流行りのね。まあね、でも電気なくても使えるよってやつ。うんうんうん、そういう意味っていうよりはね、流行りのものですよね。これはね、これを、空調服を着ながらこれをやると空を飛べるっていうことね。飛べるの？ポンちゃん用にしようか。ポンちゃん用、すごいね。これなんかこの お菓子のコーヒーのキャンディー。はい、うん、はい、ありがとうございます。そして、あ、記憶力記憶力、ね、はい、これが黒犬が食べて記憶力を。そして、これはジャン君とポンちゃんに。なるほど、うん、解析。あ、やったー、よかったね。ポンちゃんこれ好きだよね、解析さんね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。開封動画になってしまいました。すごいいっぱいです。